皆さんこんこにちはジュラードアライ,ブイーグルストライク金打撃イベントをやってきましたということで、えー、今回もですねやっぱりレベル30が3つ出るというパターンです。で見ていきますとですねまずはイーグルなんですけどまあとにかく移動速度が132あるということですね。で回避攻撃を打ってくるのがちょっと厄介だというところぐらいでしょうかね。 はい、続いて2つ目なんですけど同じくハーストイーグルの第2世代なんですがこれもやっぱり131あってこれは即時妨害がディレイゼロで、えー、ありますからねこれがいきなり来る可能性も考えた方がいいでしょうとそしてケツオリオンなんですねで移動速度130ですから、まあ、これより早いのを出していくということが必須かなという気がいたします。 ということでですね、えー、今回はちょっといろいろ考えたんですけどまずスピードの面で勝ってなきゃいけないのでまずソロドロを出してですね、えー、体力が3200ぐらいしかないので、まあ、これを出していくと、まあ、ほとんど一発ぐらいで倒せるクリティカル出ると一発で倒せるかもしれないので、えー、この辺を出していくことと、えー、そしてですねうんあと悩みますけど はい、エルイドミナスがスピードが速いので、エルイドミナスを出していくこと、そして、えー、そうですね、まあ、ここで体力あるのを出しておくのが一ついいのかなと思いますので、まあ、アルデンティス・マキシマを出しておいて、あとフォルサウラをちょっと一応、えー、保険で,です、ね、入れておけばいいかなと思います。 ということで、エルイドミナスをですね、2番目に出したのは、まあ、もしね、そろドろがやられたときにですね、まあ、リベンジが使えるっていうことで、ちょっと用意してみました。はい、では、いってみましょう。はい、バトル行ってみたいと思いますが、まあ、順番がね、どの順に出てくるかにもよるんですけど、まあ、ケツ折りが早めに出るとですね、無敵回貼られると、そうすると、エルイドミナスが使えないので、ちょっとその辺のタイミングがね、ちょっと見物ではありますね。それを出すのか、 島出した方がいいいのかきなり,ケツ折りいきますか、はい、これはねおそらく回避をいきなり打ってくるんじゃないかなと思うのではいあ打ってこない打ってこないと結構きついんじゃないかな回避打ってこないのかなあいきなり一倍きます、まあ、そうすると、はい、次こっち側がね向こうが回避打ってくる前にえ先に先制打っちゃいましょうと、はい、これ大きいですね今のミスは大きいですよ これすると次も先制取れちゃうのではい、これでかなり削れると思います。下手したら一発。残りました。さあこれで向こうは回避を打ってくるんだけど移動速度がさあどのぐらいアップするのかな。逆転するのかな。移動速度が逆転して次の1ターンで倒されないのでここは普通に 打っていけばいいんじゃないかと思いますねあ即時妨害撃ってくる即時妨害打つのはいい手とは言えないですねそれ打つとですねこっち側の先制が復活しちゃうのではいもう一回先制打てちゃうのでそれはいい手とは言えないですねはい若干残りましたがスタンがかかりますそうすると移動速度戻りますからねはいこれで2勝ですね はいそろドろだけでいけるかもしれません。さあここでクリティカルが出れば1回で決められるんですがさあいくんだクリティカル来い来ない。はいこうなると、はい、次のターンでさすがに、えー、きつい展開になりますがさあこれでさすがに厳しいけどスピードを落とされないと先制打てちゃうのではいこれで勝ちですね。はいということで意外に。 楽ししてソロドロ1体でで倒すことができましたね。はい。では、報酬の方を見ていきましょう。はい。どんな感じでしょうか。まあ、はタは出てくるんでしょうけど、マイアサウラがね、出てほしいんですよね。で、もう一個のメインアカの方は、マイアサウラが出てきたので、マイアサウラが出てくれるとすごい助かるんですけど、さあ、開けていきましょう。はい。まずは、ファーストイーグルとコイン。そして、ここの最後ですね。さあ、こっからです。さあ エピック、ドンと。あ、ケントロも嬉しいですね。はい。そして最後に、マイアサウラ来い。あ、ティラノですね。マ、まあ、ティラノ嬉しいですね。はい。ということで、以上になります。ありがとうございました。では、また明日。